四条殿、言いたいことは？二つの城を同時に攻めりゃ自分たちの目も分散する。ましてここは川が流れる地形、分断されてもおかしくはない。分かっていたならなぜ諸葛丹殿に説明しない？だってめんどくせえし。まためんどくせえ、不甲斐ない。これだけの兵を率いる将のはずなのにね。だから嫌なんだ、人の上に立つってのは。さてと、お強気を。出ましたよ。耐えられる。
て申し訳ない。これは少々厳しい状況だな。華奢な娘だな。桃の枝のごとくだ。折られたくなければどけ。お清きよ。お前のおかげで逃げられそうだ。本当大したもんだぜ。これ以上は怠けないでね。やればできるくせに。危ないところでした。援軍感謝いたします。こいつは豪快だ。俺もこうしては折れませんな。
ありがとうございます。この程度の男をよく救ってくださいました。これが実力者の輝きなのですね。一歩でも近づきたいものです。おきよきよ。覚えておけ。次は容赦しねえぞ。なぜこのようなことに。敗因は芝生殿だ。彼の怠慢こそが。本当にあなたって、とにかく今は逃げて死にたくないでしょう。芝生様より伝令、味方と共に戦場から離脱せよとのこと。ここで国に準じて死ぬとかはなしな。全滅したら意味ないって。撤退撤退。伝令、各方面から敵援軍が接近。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。覚えておけ。次は容赦しねえぞ。Yeah!
ではない。覚えておけ。次は容赦しねえぞ。素晴らしい戦ぶり。よし、我らも悲鳴を上げるぞ。ここは私が必ず守るわ。私には叶わぬ相手か。お気をつけよ。諸葛の一族として弱音は吐くまい。お気をつけよ。四条殿の働きで致命的な被害は免れたか。全然喜べる結果じゃないけど。